否定の命令文、B 同士さて今回は、ここに書いてある例文について一緒に勉強しようね。まずは一つ目の例文。バカなことはするな。Don't be silly, don't be silly。silly っていうのは、バカなっていう意味だよ。恥ずかしがるな。Don't be shy, don't be shy. それでは、この二つの例文について、今から説明していくね。B 同士の否定の命令文を作るときは、B not ではなくて、文の一番初めに、don't be を置くんだよ。don't be silly, don't be shy ここに、don't be を置くだけで、〜はするな、〜なるな、 など、B がつく命令文が否定の意味になるよ。他の例文も見てみよう。悲しまないで。Don't be sad, don't be sad。どうか怖がらないで。Don't be scared, please.Don't be scared, please.Scared は、怖がるっていう意味だよ。 Please がつくことによって少し丁寧になって、どうか怖がらないでっていう意味になってるよね。そして今日のポイントにある、Don't be. こっちも Don't be になってるよね。次の例文、心配するな。Don't be worried.Don't be worried。ここは二つの言い方があって、Don't be worried か don't worry worry これは心配心配するっていう意味だよその前に「don't B」e がつくことによって否定の命令文になってるよね次の例文「神経質になるな」「don't be nervous Don」 be nervous っていう命令文の前に don't, don't be を置くことによって否定の命令文になって神経質になるなっていう意味になってるよね次の例文怒るな Don't be angry, don't be angry この例文も angry 怒るっていう動詞の前に Don't be がつくことによって、B 同士の否定の命令文を作っているよね。怒るな。Don't be angry っていう否定の命令になってるよね。そして最後の例文。失敗することを恐れるな。Don't be afraid of making mistakes.Don't be afraid of making mistakes.Be afraid of これで、恐れる。 っていう意味になるんだよ。そして、making mistakes って<で>、失敗するっていう意味になって、その前に、don't be がつくことによって、失敗することを恐れるなっていう意味になるんだよ。こういう風うに、B 同士の否定の命令文を作るときは、B not ではなくて、 文の一番最初にジャンビーをこうね。